皆さんこんにちは、ももチャンネルのももかです。今日は珍しく室内からちょっと動画をお届けしようかなって思います。このソファーめちゃくちゃ可愛くないですかね。えこれ私も初めて来た時大絶賛だったんですけど、ここは大月市のサテライトオフィスで、あのアサリマルチベースさんっていう名前のところで、いろいろな方にオフィスとしてあの場所を提供していて、大月市 の、 あのホームページに行くとここが無料で借りれるので、気になる方はぜひ借りてみてください。このさ、ソファーがめちゃくちゃ可愛くて、こう絶対ここで動画撮りたいなと思って、今日はちょっと質問コーナー、この前ツイッターとインスタグラムで募集した質問コーナーにお答えするのと、あとは今度ね、富士山にまつわる商品のレビューをさせていただけるということで、私が皆さんに商品を紹介したいと思います。もうちょっとねチラッと映ってるんですけどまずちょっと質問に答えようか。たくさん質問いただきました、本当にありがとうございます。なんか質問コーナーやるよとか言っときながら質問来なかったらどうしようってちょっと恥ずかしかったんですけど、被写体撮影をやってみたいのですがやらないのですか、かっこ撮影会も含めて、山梨県の風景と一緒にももかさんを撮影してみたいけどどうしたらいいのですか。ちょっと似たような質問なので、あのまとめて回答させてもらうんですけど、被写体撮影やってますよ。気になる方は私にダイレクトメッセージか、あの G メールでご連絡いただけると嬉しいです。次、スノコを使って DIY する動画でとても手際が良かったのですが、普段からやったりするんですか。DIY コーナーね。あの動画は成功うどくっていうフリーペーパーの一環で作っている動画なので、普段からあの正直全く DIY しないです手際よく見えると思うんですけど、あれ影武者がいます、たくさんしかも何回も撮り直してます、不器用すぎて。で周りのさ、スタッフさんとかにもうめちゃくちゃ何回もさ、材料とかちょっと無駄にしちゃったりして、もうほんとすいませんって思いながら毎回頑張ってます DIY を。次、学生時代は何部でしたか。小学校から高校の途中まで剣道部でした。はい、あとは生徒会役員とかやってました。次、吉本山梨動画応援隊マネージャーとなってますが、ももかちゃんは吉本所属ですか。全く違います。バリバリの一般人で、どこに所属してるとかもう全くないです。よく聞かれるんですよねこれ、去年すごいたくさん聞かれました。好きなアーティスト、俳優、お笑い芸人はいますか。カラオケでよく歌う曲は何ですか。山本さやかさんがめっちゃくちゃ大好きで、卒業ライブも大阪まで行ったりとか、あと普通にソロツアーとかソロコンサートとかも仙台までとか行ったりして、インスタとかツイッターとか SNS もフォローしてるんですけど、またライブに行きたいなって思ってます。好きな俳優、柳楽優弥さん。お笑い芸人で好きな人はあんまり、私お笑いとか見ないんですけど、イッテ Q のメンバーさんたちが好きです。カラオケでよく歌う曲は何ですか。タッチ。心に残った映画、おすすめの映画があったら教えてください。同じ鶴太子の白洲恵子さんが出てる斜陽っていう映画を見ました。カー君と手を組んで朝日ひまるさんにドッキリを仕掛けてほしいです。彼にドッキリを仕掛けるのはなかなか難易度が高いですね。めちゃくちゃ営業妨害みたいな発言しますけど、彼ああ見えて本当に優しいんですよ。もしドッキリに失敗しちゃって朝日丸さんがちょっと刺しても、多分最後まで知らないかのようなリアクションできっとやってくれるっていう、あの彼の人間性が見えると思います。多分これ見てたら きっとちょっと怒るんだろうな。多分嫌いな芸能人、有名人を教えてください。なんかちょっと場を凍らせちゃうような発言をしちゃう人はちょっと苦手かなって思います。ももかさんに質問です。普段はどんな音楽を聴きますか。郷ひろみさん、松田聖子さん、中森明菜さん、山口百恵さん、あとザードとか車の中でよく聴いてます。それで仕事行ってるいつも。次、収益は YouTube だけですか、他に収入源はありますか。あります。私の仕事内容としては、まあ、YouTube の動画制作もそうなんですけど、編集だけを頼まれたりとか、ホームページとかの素材モデルとか、山梨県内のしたイベントとかがあったらそれの MC をやったりとか、新聞のコラムとかも書いてるので、いろいろ山梨県内のことでは幅広く活動して、そう、少しでも多くの山梨県内の方のお力になれたらいいなと思ってるので、皆さんぜひお仕事お待ちしております。ももかさんと朝日丸さんの違いは性別。今現在 YouTube で雑談生配信やゲーム実況とかをやる予定はないですか。みんなやったら見てくれますか。普段スイッチなどのゲームはしますか。あー、前までやってたんですけど売っちゃいましたね、やらなくなくて学生の頃印象に残ってたり好きだった給食のメニューは何ですか。ラーメンでしょう。私が小学生の頃って、まだ私の小学校の中に給食センターがあったんですよ。だからそこで作って
るから比較的出来たての給食が食べられるっていう仕組みだったんですけど、でもそれでもやっぱり大人数作ってるからすんごく美味しいんですけど、ちょっと麺とかがふやけちゃうわけなんですよ。ラーメンをたくさん食べたいけど、やっぱなんか女の子だからおかわりとか行くとちょっとなんかね、誰もいないとこ席立ってさおかわり行ってちょっと恥ずかしいじゃん。給食をこうよそってもらってからラーメンを一番最後に食べるんですよ。なぜ最後に食べるかっていうと、ふやけて量が増えるから一番好きなメニューのラーメンをふやかして最後に食べるっていう荒技を成していました。そろそろ喉が渇いた皆さん、お待ちかね、ちょっと気になっていたであろう青い富士山クラフトコーラのレビューをしたいと思います。こちら青い富士山クラフトコーラが本日発売となっております。ちょっと今日は皆さんにこれを紹介したいなって思います。ありがとうございます。そうです、こちらアンバサダーを務めている富士山プロダクトさんの商品です。味を皆さんに紹介したいと思います。では早速注いで飲みたいなって思ったんですけれども、ここで謝罪があります。ちょっと怒られそう、富士山プロダクトさんに大変申し訳ございません。青い富士山クリームソーダの時にいただいたあのグラスですが、先ほど準備する時に割ってしまいました。申し訳ございません。もう私ショックで、うわやっちゃったって思って、謝罪させてください。それに注いで飲むつもりだったんですけど、こちらをちょっと別のグラスに注いで飲ませてください。じゃあこれ栓抜きで開けてくださいね。あ、開いた。あ、え、うわー、いい香り、クラフトの香りがする。いきますよ、注ぎます。うわ、え、すごい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 、青い、超青いですね。いただきます。うまっ、うますぎでしょ。めちゃくちゃ美味しいです。飲んだ後後味結構スパイスきますね。青い富士山シリーズ第6弾となる青い富士山クラフトコーラは本日12月18日に販売です。で、山梨県内の道の駅、土産品やサービスエリア、パーキングエリアをはじめ順次全国の小売店へ展開を予定しているそうです。味の特徴なんですけど、あ、やっぱそうだ、私がさっき言ったみたいにスパイスの華やかな香りを特徴とし、甘さも控えめで辛口のドライジンジャーエールのような味わいで大人向けのクラフトコーラに仕上げました。富士山プロダクトさんの商品っておしゃれですよね。私このひいきとかじゃないですけど本当に思ってますよ。本来グラスに注ぐとこっちに画像を載せておくんですけど、こんな感じの見た目になります。めちゃくちゃ可愛い富士山型のグラスなので、ぜひ皆さんコーラと一緒に注いで飲んでみることをおすすめします。お風呂上がりとか特におすすめです。やっぱ一杯行きたいじゃないですか、お風呂上がりって。毎回さ、富士山プロダクトさんの商品って人気商品だからすぐ売れ切りになっちゃうので、ぜひ皆さん見つけた方は早急に、もしくはオンラインショップで買えると思うのでぜひ買ってみてください。ということで喉も少し潤ったので質問コーナーの続きに行きたいと思います。将来も山梨に住む予定ですか？もちろんです。まあでも人間何があるか分かんないからね。ぶっちゃけ山梨の嫌なところってどこですか？これは私個人的な本当試験ですよ、試験。なんか噂って怖いよねって思います。こんにちは、坂道グループの子に似てるって言われたことありますか？ファンの人にちょっとなんか嫌な思いさせちゃったら申し訳ないんですけど、結構あるんですよ。私のモチベーションにつながります。これからの時期スキー場の紹介とかもぜひとも。私小学校以来スキーしてないけど大丈夫ですかね？スノボとかも絶対できないですよ、なんてったって運動音痴だから。漫画、ゲーム、小説、映画、ドラマなどで好きな作品、おすすめの作品あったら教えてください。漫画はキラリンレボリューションを超見てました。海外旅行は行ったことありますか？私海外今ほんと一回も行ったことないです。だいぶ前にアップした動画に今コメントされるのってどうですか？え、嬉しいです。普通にカラオケのお箱ありますか？タッチ、好きなおでんの具トップ3を教えてください。牛すじ、卵、はんぺん。あ、でも大根も好き。可愛いとコメントされるの嫌じゃないですか？反応に困りませんか？いや嬉しいですよ。よし、じゃあ可愛いって思ってくれてる人がいるから、もっとちょっとメイクとか頑張ろうっていう思えるので、え、可愛いってコメントされるの嬉しいです。次の質問がコンプレックスはありますかということで、顔面
全全体コンプレックスみたいな感じです。うどん部って知ってますか、コラボとかしてほしいですっていうことで、もちろん知ってます。いつも山梨の、情報ありがとうございます。まだ行ったことのない市町村ありますかということで、小菅村、丹波山村ですね。彼氏はいますか、ノリで笑。いません。鶴市のおすすめデートスポットが知りたいです。鶴市のおすすめデートスポット、私も知りたいです。真面目に答えると寄り道の言うじゃないですか。でもな、デートでね、温泉ってちょっと難易度高いと思うんですよ。なんだってすっぴん見せなきゃいけないですからね。最後に、ももかはピーチピーチはいつ見れますかということで、皆さんもしかしたら動画を遡って見ていただけると気づくかもしれないです、ももかはピーチピーチ事件に。ということで、まあせっかくこのコメントをいただいたので、最後こちらの青い富士山クラフトコーラもご紹介させていただいたので、スパイスが効いて大人な味と言ったらいいのでしょうか。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは最後に行きたいと思います。山梨の桃は